はい、今回はトミカのクロスカントリータイプの車を3つ紹介します。ここにね、あるように3つなんだけど、すべてね、後ろに予備のタイヤを装備できるようになっています。じゃあ紹介していきます。はい、まずはこちら、スズキジムニー。前にスズキのロゴがあって、ボディカラーとしては明るい黄緑、そして上の方は黒色でキリッとしたツートンカラーになっています。そして後ろにはスペアタイヤを装備していて、ここにスズキ、そしてここにジムニーとシルバーで書いています。これね、扉は開かないんですけれども、全体的にコンパクトだけどかっこいいデザインになっています。ジムニーっていうのはね、ジープとミニ、タイニーという言葉を使った造語なんですけれども、かなり人気で、新たにね、発売された時は1年以上納車に時間がかかったような人気車種となっています。その中でもね、かなりカラフルなカラーをチョイスされているので、ぜひ入手してみてください。続いてはこちら、メルセデス・ベンツ G クラス。こちらね、かなり大きい車体ですね。全体的にかっこいいシルバーのボディに、ここにはおなじみのベンツのマーク、そして後ろのスペアタイヤのところもベンツのマークがしっかりと入っています。こちらに関しては、扉が開きます。ちょっとね、このシルバーの塗装のところが剥がれがちではあるんですけれども、中もしっかりと見えるようになってます。よいしょ、硬いですね。よいしょ、なかなか閉まりません。よいしょ、ちょっとね、この塗装が剥がれがちなので、遊ぶときは気をつけてください。こちらも同じくです。かなりかっこいいので、これを街で乗っていたら目立つでしょうね。最後はこちら、ジープのラングラー。ここね、車種が白い文字で書かれているので、すごく見やすいですよね。はい、カラーとしてはかなり渋い色で、深い緑、ダークなグリーンといった感じでしょうか。そしてこの部分はね、ブラックで、このあまり見えないんですけれども、しっかりとツートンのカラーを使っています。はい、前はこんな感じですね。そして後ろ、スペアタイヤは白でジープの文字。これね、後ろの方も座席があるんですけど、しっかりとこの枠組みで守られています。かなりアウトドア派の車になっていますね。全体的にかっこよくて渋いデザインです。はい、今回ね、3台クロスカントリータイプの車を紹介したんですけれども、私のお気に入りはこれですね、ジープのラングラー。やっぱりね、この独特な深い緑のカラーリングが最高です。そしてアウトドア感満載のデザイン、かっこいいですよね。皆さんもいいなと思ったら、ぜひ手に入れてみてください。バイバイ。